前半戦スローオフです。左から右に攻めるのが黄色のユニフォーム豊田合成ブルーファルコン。打たれるとどうしても北陸電力が小さいので、はい、不利になってくると思うんですけども、逆にですね、しかし、はい、決めました前田陸。まずファーストシュートは北陸電力です。1枚上げるというところですね。さあ 7m スローズのは腰を決めました。キーパー勝負だと言ってました。そうですね、まあ、ある意味それはいい考えだと思いますね。お前向けたぞ、決めた藤坂1点目です。さあ前が空いてるぞ、サイドに振った、さあ手村決めました、通算600得点です。さあ北陸電力攻撃をしっかり組み立てたい。さあポストには落ちたが行けるぞ、行った、決まりました、落ちた強い。さあこのスローオフどうする、レムラが前行く、ヨアンバラスケスだ、しかしナイスキーパー福光、ナイスキーパーですね。今北陸電力は1人足りない状態で2分間なんとか耐えなければというところですね。さあバラスケス決まりました。その藤から古谷、前を向く藤がもう一度、そしてアウトへ、レムラが決める、流れるようなパスカル、ダフリアウトへ、これを決まった、ここですよね、先ほどから同じようなプレーで、サンドイッチするしかないですよね、はい、おー佐々木もう一回止めた、もう一度いけるか、止めたぞ、ナイスキーパー佐々木が止めました、ナイスセーブ、スーパーセーブです。他の秋秀に入れよう入れようという、そうですね、ね、いきますね。さあ最初のシュート決まった、デジュンセッチシュートを決めた、ファーストボール浅田秋秀、しっかり前狙ってほしいと思いますよ。そうですね、さあ中へ遠いガイド、力強い。さあその前田から竹内、そして前田に渡って右へ藤坂はシュート決まった、600得点か、いいシュート決まりました、ガッツポーズ。さあ遠いガイド、もう一度ここの遠いガイドに誰か当たりたいところですが、欲しいですよね、はい、あれが決まれば北陸電力もね、かなり盛り上がったでしょう。さあ竹内もう一度、しかし股を抜いていった。さあ3点差。さあ後半の30分が始まりました。左から右に、さあヨアンバラスペース、そしてシュート打った、水町です。水町も日本代表。さあこのヨアンバラスペースが上から打つ、アップスポートに落とす、山口決めた。さあ藤井からバラスケス、そして水町抜いた、決まった、水町決めます。まあ、北陸電力はこのセットでのオフェンスでなんとかシュートまで行きたいんですけどね。前田陸決めた、もう一度水町へ、ヨアンバラスケスサイドへ、腰尾が決めた。さあ前行く、さあその山城、大谷上が打てるか、打った、決まった。後半16分45秒経過して今10点差です。さあそして高森決めた、北陸電力ですから、はい、さあチャオセンジャン、ここに誰かが当たりたい、もう一度チャオセンジャン、決まりました。あと20秒ほどで1人戻ってきますから。さあ審判の手が上がった、竹内、あいたー、シュート決まった。9点差ですから。さあ大谷前行く、さあもう一度、さあ浅野秀2点目、デビューしたばかりの浅野とやりにくそうではありますけれどもね。そうですね、はい、さあ水町アウトへ、あー決まった、止めたかなと思ったんですけれども。そうですよね、はい、さあ林が入ってきました。竹内が中へ、ポストへ、打てるか、打った浅野。さあ大谷から林、あーここもパスカット、またパスカットだよ。なかなかこういうイージーな、まあ、佐野選手出してしかったな、はい、さあ最後チャオセンジャンから決まった、市原宗也です。ここで試合終了の笛です。豊田合成38対26で北陸電力に勝っています。